山田直樹のキャンプ飯、最高。今年も行きましょう。2024。去年の2023が巷では好評だったみたいなので抜擢されましたね。今年も2年連続やろうということで、去年に引き続き平岡選手と新加入の新加入、いや呼んでもらえて嬉しいです。自己紹介からしっかりして。関西大学から来ました高橋直江です。知ってるわみんな。まあすでに開幕してますが、キャンプのことをちょっと振り返っていろいろご飯のことも、キャンプのトレーニングのことも、私生活のことも、どうですか高橋選手は。キャンプですか。キャンプは。なんかいきなり次なんか外部の司会の人みたいな。だってしょうがないじゃん高橋選手は。MC なんかやったことないんだよとかでいいんじゃないですか。あ、OK、分かる。柔らかくね。直屋は去年からいたからね、ほぼ。そうですね。今日なんか去年、まあ、大学生でキャンプ参加してきた時よりなんか精神的にも身体的にもなんか疲れたというか気を張ることが多かったキャンプでしたね。どの辺が？まあなんか時間の使い方とか練習前の準備とかそういうとこはもっと気を張らないととか、うん、練習中の意識もめっちゃ変わってるキャンプで。怖い選手いる？怖い選手、いや怖い選手は全くいないですね。うざい後輩は、まあ、うざい後輩は平岡太陽です。時間を守れない。今日もね、はい、今日も大御所山田直樹さんを待たせるからもうまあ俺が一番最初に来てるからね、言うて。いやけど時間の5分前には行ってますって。自分も俺は8分前にいたからね。本当に本当に太陽は3分遅れ。まあ言うあるんですけど、まあでも言わんときます。俺が悪いっす、すいません。今年のキャンプについて、ヤーマン君はどうでしょう。僕はキャンプの目標はとりあえず怪我をしないっていうことで取り組んでたので、うん、まあキャンプ中はそれは達成できたんで良かったですけど、開幕前に怪我をしてしまったっていうのはすごい悔しいし、もっともっと改善していかないといけないかなと思ってますし、まあでもキャンプはチームとしてはすごく充実したものになったと思うし、選手一人一人が本当サッカーのことに集中して取り組めたキャンプになったのかなっていうふうに思ってます。平岡選手、僕は結構試合多かったじゃないですか。キャンプ行ってすぐ練習試合とかがあったんで、ね、まあ、すごいみんなとすぐ試合できたのは良かったですし、まあ、今年も開幕して4-4-2できましたけど、そういったところで新しいことにチャレンジして、したキャンプをやったんですけど、その中でもみんなこう模索しながらこうより良いものを作っていける期間だったかなと思います。初めてのフォーメーションで、みんな選手同士でも話することが多かったから、そういう風に感じたのかなと思ったし、ね、試合始まってるけどうまく行き出してるからすごくいい合宿になったんじゃないかなって。そうですね、はい、そう思います僕も。めっちゃ真面目な話になっちゃったね。うん、真面目すぎるなって思って。入っていけない。直樹君が話してからずっとこうなって、うん、上げようにも上げて入っていけんかった、真面目すぎて。ね、真面目な話になっちゃうからキャンプの話、飯の話にしよう。はい、もう飯にしましょう、はい、もうキャンプ飯ね、はい。去年は平岡選手は食に関しては感覚、うん、って言ってました俺。そういうこと言ってました。忘れたっすわもう。寝る前にバナナを食べよう。あ、なんかありましたね。覚えてます。絶対やってないじゃん。寝る前なんか食べてたでした？寝る前全然食べてないです。なんかさ、なんか食べたっけ、すひろさんのかまぼことか差し入れもあったりさ。そうですね、あとなんかホテルがそうそう、まんじゅうとかさ、出してくれてたりしたじゃん。そういうのとか持って帰ったりしなかった、うん、ある時は持って帰ってましたけど、うん、でも結構夜ご飯とかご飯が美味しいからそこで腹いっぱい食べるんで、これ以上逆に食べたらあかんみたいな感じでしたね俺。空腹の時間長いって、それ去年も絶対言ってるよ俺、これ言ってるってこと。全然学んでない、だから呼ばれたんやろな今回。空腹の時間が長かったらダメなんすか。空腹の時間が長いと血糖値がね、こう上がり下がりが激しくなっちゃうから、血糖値を一定に保った方がいいって言われてるから、朝いっぱい食べる食べない、昼いっぱい食べるじゃなくて、朝食べて練習前ちょっと食べて、練習後ちょっと食べて、うん、でもお腹空いた方が美味しいんですよ。まあまあわかるよ、間違いない。やっぱけどさ、でもさ、シンプルに考えてみて、胃袋があるとすんじゃん、まあ、でこれをさ一気にさ、この量をさドンって食べてさ全部吸収できると思う。あ、最初に食べたものぐらいしか吸収してなさそうじゃない。俺もその辺よくわかんないけどさ。確かに俺の胃袋ならそんなに知らんすか。やってくれそうだけど。やってくれてる。
で、多分今年聞いてまたこう右から左流れて来年また生徒として呼ばれる。お前この YouTube ずっと見とけ1年間。え、でも それこそさ、かまぼことかさ、うん、まあ確かにクラブハウスにやるとさ、うん、1日1個持ってってさ、まあそれはね、帰りにさ、僕家でそのキッチン立たなすぎて家整理してたら中に入ってる調味料全部賞味期限切れました。賞味料ってあんまり賞味期限切れないじゃないですか。まあまあまあ買ってから1年半後とかまで調味料あるのに全部1年前ぐらいです。1年前に切れたってことは2年半ぐらいは経ってないってことになるよ。切ってないです。去年は僕の夕食を見ながら話しましたが、今年は食に興味を持ったはずの平岡選手の あと高橋選手の夕食を見ながらお話ししていけばと。写真ちゃんと撮れた？写真撮るために盛り付けしてました。ちょっと考えながら考えてやっちゃった。考えたっすね。2日目か3日目ぐらいからサラダの盛り付けこっちの方がいいみたいなのは、うん、あ、盛り付けだけね。食べたいものを選別したわけじゃなくて、はい、食べたいものは食べた。いやけどなんかお皿寂しい時とかはちょっと彩りあるやつ置いたりとか。だからコーンとか置いたりしてる日あります多分どっかに。俺はね本当忘れてて、撮ってる時に直也くんも横にいたりして、これ写真撮るよみたいな言ってくれて、あ、マジありがとう助かったって言って食ってんすよこうやって。で、うわっ、だから多分食べさしがね9割っす。めっちゃ食ってるもんこれ。多分これもう半分、太陽の 1? 半分食ってます俺。3、4右の下の方とかないもんね。そう、もう食べてサラダのとこもなんかもうハーフタイムぐらいですこれ感覚的には。で、太陽の3番のある右の手は誰？そう、これ見せようと思ったんですけど、なんか俺が撮ってたらゆうとくんが隣からちゃちゃ入れてきて、これスマートに撮った写真。ふざけてる。この人同部屋やったんで、なんかふざけてました一緒。何意識した？意識はほんともう欲望のまま。一緒やっていうのは嘘で、まあそのちゃんと野菜は取るし、うん、でもやっぱりそのいいものを揃えてくれてくださってるから、うん、ちゃんと取ったら多分栄養はあるものやって僕は信じてたんで、サラダは美味しいし食べるし、他のものも美味しいからめっちゃ食べちゃった。懸念点としてはもう食べ過ぎちゃうことですね。本当に美味しいんで、その食べた後にうわまた食べ過ぎたみたいな。それ俺の去年の課題だったから俺は今年改善した。それあ、マジですか。美味しすぎて食べ過ぎちゃうって俺午後の練習とかお腹に残っちゃっててさ。いや、わかります。でもやっぱり美味しいから。いや、わかるよ。我慢すんだよ。だから来年はちょっと我慢して。まあそうですね。それ課題ですね、うん。でもだって目の前に美味しいものあるのに食べへんってもう。そう。俺も、俺なりにアップデートをしてさ、今年臨んだから量をちょっと減らすっていうのと、タンパク質の量を取りすぎても良くないってことを学んで。え、そうなんですか。そう。自分の体重かける 1.5g がいいんだって。でタンパク質って消化が良くないものなんだよ。あ、そうなんですか、うん、だから取りすぎちゃうと胃が疲れて荒れて他の栄養も吸収できなくなっちゃうんだって。うわ、だから多分太陽本当食べ過ぎは良くない。良くないよ。俺は長谷君も結構食べてる。いや俺聞いたことあるっす。それ太陽、俺去年さ、はい、あのサラダでこれは絶対取った方がいいって言ったのないんだけど。お叱り、はい、お叱り、先生からのお叱り試されてる先生に。何やったっけ去年。待ってください、まあ、ちょくちょく入ってる、はい、はい、え、ん、ちょくちょく入ってる、ちょくちょく入ってる、うん、けど俺は毎食取ってほしいねって言ってたブロッコリーお、1個、正解。おお、あとなんですか。いや俺の方にはあると思う、うん、名古屋か名古屋の方には毎食入ってる。玉ねぎ、まあまあ玉ねぎも大事だね。玉ねぎは毎食取ってますよ俺。玉ねぎおばあちゃんにね、頭良くなるし風邪ひかないから食べなさいってよく言われてたもん俺も。それは合ってんのか。いやそれは分からない。おばあちゃんが言ってた。トマトですか。お、正解。あ、いやでも、あ、確かに食べてない時もありますね。できれば毎食。それは理由は何ですか。理由は分かんないけど、あれっすね、分かんない、うん、栄養士さんに、俺がお願いしてた栄養士さんにもうトマトとブロッコリーめちゃくちゃ食べるってやったから。トマトはリコフィンっていうのが肌が綺麗なのに。どこの知ってんだよ。それを食べないと。サッカーですよ。リコフィン、リコフィン食べないと。太陽、去年俺が言ったの全然守ってくれないじゃん。でもやっぱ育てがあるっすね俺。そんなことより美味しかったご飯見ましょうよ。美味しかったご飯よ。そんなダメ出されるの。俺は、うん、右上ローストビーフじゃないですかあれ。
あー美味しかった、ね、高かったね、めっちゃ柔らかいですよね、美味しかったマジで、まだ食べかけです、すいません本当に、本当忘れるんですよ一番右だけじゃないの、真ん中も読んの俺待ってほらご飯もうないっすやん下見えてますもんもう最初からこの盛り付けだったら相当盛り方下手だけど、 あのもつ鍋美味しかったっすね、ああ美味しかったね、美味しかった、美味しかったね、油すごかったね、でもね、そういうまた、あの栄養士官って言ってた、俺美味しいって俺が、俺もう我慢できなくてあれは食べた、あれは食べた、あとはクラムチャウダー美味しかったです、俺、ああ、うん、クラムチャウダー、ヤマン君はなんか避けてるものあるんですか、乳製品と卵を避けてたからってことはクラムチャウダーですか、食べてない、あそうなん、でもイブスキョーテルさんね豆乳のポタージュ出してくれるのよ、気づいてないっしょ、僕は選択肢なかったっすね俺とかタクヤとかあと誰だろうな、タッチはどうやってんのかな、だからそういう人たちは豆乳のポタージュ出た時は多分結構興奮してたと思う、みたいな、うん、飲めるじゃんみたいな全然気にしない豆乳鍋もあったっすよね、豆乳鍋もあった、ありました、あれめっちゃ美味しかったっす、ご飯が本当に美味しいんだここ、うん、美味しい、太陽の、ね、6番のさこのサラダとかさ緑しかないけど、ダメなんですか緑いや、いや心配しやん、野菜は緑じゃないですかトマトとブロッコリー入れてほしいな、あブロッコリー入ってますよ、ブロッコリーあれ何か、あれ下ブロッコリーだから多分食べてるんですよ、違うって多分食べてますね、一番右も食べてる、一番右もいやどっかは食べてるんです、ちょい食べた、全部の写真どっかは食べてるんで、あとあれ美味しかったです、ヤマン君食べれへんけど魚介グラタン、魚介グラタンどこに、6枚目の黄色いやつ、いや本当ね我慢するのが大変だったよ、いや俺は食べてない、めっちゃ好きで、そんなしかもなんかグラタンって上のおこげが美味しいじゃないですか、だからそのできるだけ早く行ってそこを取るみたいな、あそういう時は遅刻しちゃうってこと、そういう時は早めに行って、いや直哉結構バランスよくいい食べてるよね、いや分かっちゃう、いや5枚目の直哉くんのヨーグルト白見えないっすよ、そうだってあんまジャム使ってなかったけどなもうだってあれ取られるのジャムなんですけど見てくださいあれ白見えへんやん、もう多ければ多いほど美味しいっすからね、まあ、分かるよ俺も好きだから、はい、でもバランスは良さそうだよね、ですよね、うん、昼と朝の見てないか分かんないけど、はい、あの豆腐と納豆がちょっと足りないかな、あどう食べてる、あ 夜はおかずが多すぎて美味しいの、抜いてんの、え昼と夜には、あ朝と昼食べてる、 朝は食べます、朝は食べてました、夜はもうなんか競争率すごくて、何のいやご飯美味しいものいっぱいあるんです、あそっちのねどれ取ったらいいか、人とのじゃなくておかずたちが俺を取れと、俺取れ俺取れといっぱいあるからもう納豆は目に入ってこないです、ちょっと待ってそれはあれですよ、1日オフやった時にみんなで食べに行ったんですけど美味しかったですね、これ、去年と同じとこ行ったんですよ、なんかきびなごでしたっけ有名なの鹿児島、きびなご、そうなの、きびなごどれあるの、刺身ここにはないですね、あないんか、何の話でもなんかホテルの朝食あ朝飯ね、はい、あれ美味しかったです、あれねすごい栄養に良さそうだし、あとこれ朝ないけど朝のさそのきびなごとしらすとかいっぱい食べた、はい、あとあのブリの照り焼きも食べました、ああしらすは食べてました、あのカルシウムも太陽牛乳取ってないとダメ、牛乳取ってないです、あたまにスムージー直哉くんに作ってもらうぐらいで、横取り横取り横取りちゃうわ直哉くんに作ってって言って、牛乳の取った方がいいんですか、いやだからカルシウム取るのにキビナゴとか小魚とかを、ああ朝取ってます、朝昼がないからね、朝取ってた、取ってます、あもちろん、でも奈良はあの生魚とかやっぱいいからね、あ、そうなんですか、あ、そうっす、魚何の手も加えられてないってことですか、そう、生がやっぱりあの栄養素も何も破壊されてないから、あ煮るとか焼くとかで破壊されちゃう栄養素もあるし、煮るとか焼かないとできない栄養素もあるから、じゃあやっぱお寿司って最強なんですね、お寿司はまあそうだね、タンパク質いっぱい取れるし、それ連れてってください先生お願いします、行こうか、教育の一環でお願いします、いや太陽はビタミン足りてなくない、フルーツとさフルーツあんま食べてない、フルーツは、うん、このあと食べてる、そうそうそう、あそうなんです、すみません別サメじゃなくて途中交代、ご
こいつらを全部食べてからそういうことね、取りに行ってました。あでもフルーツ僕めっちゃ好きなわけじゃないんですよ。ブドウとかは好きなんですけど。でもイチゴめっちゃ出てたじゃん。はい、イチゴをめっちゃ食べた方がいいって栄養士さんに俺言われてた。あじゃあ 100% ジュースはいいんですか。 100% ジュースでもあれちょっと糖分多すぎる。じゃあリンゴでもダメですか。 100% ちょっと糖分がある。あそうなの、ね、いや悪いもんではないよ。取りすぎは良くないってことよ、なんでも。あ偏っちゃダメなんです、分かんないよ俺。なんかめっちゃ偉そうに言ってるけどさ、俺もうサッカー選手だからさこれだしめっちゃ変なこと言ってるかもしれないから、なんかあの個人の意見、いやそれ違うよっていう人はもうコメントに書いてください。専門家お願いします。あるよな、11番の左下はあれを食べた後じゃなくて食べてなさそう。、ね、盛り付けミス、あれは綺麗綺麗。そうですね、多分食べてないです、この時も。ああいう時に、ヒロミあるなんかをちょんって置いたら、写真的には。写真的にね。あそこにブロッコリーとさ、トマト置いとけばいいじゃん。ブロッコリー入ってますから、トマトも入ってますよ。トマトどこに入ってます？玉ねぎの下に隠れてるから、ちょっと赤いじゃないですか。ああ、入ってんだ、あれ。盛り付け下手くそすぎだろ、そしたら。僕だって、見せるために撮ってないんで、自分の体に入ったらいいと思ってるから。パフォーマンスじゃないんですよ、食事って。確かに。あれ美味しかったっす。パフォーマンス。どれ11番のローストビーフの下のなんかニンニクとニラ。ニンニクとニラ。ニラじゃない。何でしたっけ。水菜。あ、豆苗や。あ、豆苗ね。とニンニクがめっちゃ美味しかったっす。よく食べてました。豆苗とスプラウトはめちゃくちゃ体にいいからね。でもそれもやっぱ生で食べたいよね。くそいやでもそれはしょうがないじゃん。でも料理していただいてるものだからさ、これは美味しかった。あれは豚肉と茄子の味噌炒め、あれ美味しかったね。あれ何ご飯で出てたっけ。夜スタ夜写真にもさっき写ってたんで、あれマジであれのさ、茄子がめちゃくちゃ美味しいよね。思ったっす。茄子そんな好きじゃないんすけどね。なんか、ナスと豚肉ってさ、なんかローストビーフとかにの陰に隠れそうやけど、実は一番美味しかったみたいな。そう、結構人気。誰かなんか取れへんくて、悲しんでたっすね、選手。あ、それは今、その取れなかったと思い出したけどさ、去年俺さ、綺麗に盛りたくてさ、その食べる前に絶対取りたくてさ、俺も覚えてます、風景として覚えてます。なくてさ、俺が入れたいの。ずっとこうやって10分ぐらい俺一人でさ食べないです。食わないんですかって言ったら、ってたなんか生姜焼きがとか、ね、なかった。あ、お前だって意識してないんだもんね。そどここいつは な傷つくわ。この企画にかける思いが欠けてるからな。でやっぱ一応怒られるから、魚とかもちゃんと怒られるからって誰に。山本君が魚ないなとか言われるかなと思って、なんかその一応焼き魚とか、まあね、魚のタンパク質の方がね、お肉、うん、タンパク質の中で一番いいんだよ。知ってるんですか。魚が一番いいんですか。ね、そう。で、俺去年なんか言おうとした。魚食べに行きたい、そう願いします。そうなりますよね。去年か一昨年にさ、俺もなんかいろいろ食のことでアップデートしてて、栄養士さんの人とベルマーレのフットサルの佐藤レイ君となんかオンラインで対談することあって、ご飯を食べる前に今一番最初にどれを食べた方がいいでしょう。あ、先生いいですか。はいはいはい、直哉君。消化にいいものか、野菜とか、そういう系ですか。はいはいはい、残念。いや、はい、一回お腹を温める。お正解、ウォーミングアップ。そう、いきなり言ってもやっぱ準備できないですか。いや、一発目のさ、回答で正解出すと思わないから。わざとね。ありがちな、さすが盛り上げておく。来年もあ、じゃあ、ありがちなミスをわざと出したのね。え、なんで知ってた。いや、もう染み付いてるっす。え、なんか去年も言ってませんでした。言ってましたよね。言ってた。なんか俺覚えたってことですよ。あ、それ覚えてたんだ。勉強になってる。やってる意味がある。よかったよかった。来年お前覚えとけよ。来年しっかり。でもお前はとりあえずブロッコリーとトマト食べろ、ちゃんと。あ、そうです。揚げて落とされた。難しいな、この人。え、ちょっといいんすか。何が。直哉くん13番とか左上になんかちょっと。でもだってあれ、あれでしょ。いちごと牛乳オンリース。うん、いいっすか、それ。え、もうそれがいいじゃん。いいっすね。お前だって俺14番右上飲んでるやん。あれ作らせたやつじゃん。かなあ。あの鹿児島のバナナの糖度がすごかったじゃん。うん、やっぱ果物美味しいよね。
美味しかったっすね、全部。あの、金柑も取ってたじゃん。あれとかもさ、めちゃくちゃ美味しいよね。いや、マン君大好きな。俺と潤之介大好き。潤之介いちごより甘えって言ってずっと食ってたよ、マン君。でもさ、潤之介さ、あいつさ、物静かなのにさ、俺がさ、お前潤之介食えよって言って1回食って、その後毎回10個くらい食ってたからね。美味しかったですね、相当美味しかったね。可愛かった、あいつ毎食10個くらい食べてて、うん、なおよ、まあ、特になんかそうっすか、うん、もう卒業っすか、今日で。もうだからそういうのまあ来年スープを飲んで胃を温めるってことを覚えてたら来年卒業時間かかるな。ああ、あと間食、間食、あ、間食、間食は大事。関係ないんですけど、うん、質問したいのが、なんかアウェーで遠征行くじゃないですか、うん、まあでも、まあ、似たようなこうバイキング形式でご飯食べさせてもらうけど、うん、その時に意識することあるんですか、試合の前日。僕はいつもやっぱ美味しいからいっぱい食べて、うん、お腹いっぱい食べてるんですけど、なんか、もう俺も合宿とかよりはちょっと緩くしてる。逆に緩く、あの食べたいもの、うん、ちょっと食べたいものとか食べるようにしてる。うん、なんかストレスを感じる方が良くないなって俺も思っちゃうから、はいはいはい、試合の前日はだから食べたいものを食べるのと、あと食べ過ぎに注意してる。うん、あれは、うん、酸性化物多めがいいんですか、前日は。タンパク質、あ、前日は多めの方がいい。炭水化物、炭水化物。タンパク質はいつも通りですか。タンパク質はいつも通り、でもあれだよ、体重かける 1.5g。 分かんないですけど。そうなんだよね、それ難しいんだよね。でもなんか魚、豚、鶏、牛全部美味しく出るじゃないですか、うん、あれどうしたらいいですか。あ、俺は美味しそうだったら全部取るけど、基本魚をやっぱメインにしてる。やっぱそうなんだ。いやけどでもストレスになるのが良くないから、試合前は多分ストレスになるのが一番良くないと思うから、前日の夜だとさすがに揚げ物とか生物とか出ないじゃん。出ないです。だからそれは多分チームがやってくれてるから、胃に残るものは多分基本ないから。あ、そもそも、そもそもラインナップにないんですね。そうそう、だからそんなに気にしなくていいと思う。了解です。でやっぱ取りすぎは良くないかな。俺だから夜食絶対食べてる。何食べる？あ、あれか。でもあの夜食、そこにもなんかみたらし団子とかあるじゃないですか。あ、いいよいいよ、食べていいですか。ありがとうございます。え、でも直哉さ、ご飯のことどっかで学んでる？学んでた？なんか頑張り室の時とか、うん、大学の時とかも、あのスタッフの中で、スタッフの奥さんとかが管理栄養士とかやってる方とかもいて、そこで、まあ、パワーポイント使って。あ、そうなんだ。はい、教えてくれたりとか。大体はだから頭に入ってる。はい、だって。じゃあいらないですか、内訳も。来年は。え、いやできる選手はもう勝手に育っていったらいいんじゃないですか。まあ確かにな、まあ、知らないこともありましたけど、アップデートはしてった方がいいよ常に。はい、僕はやっぱ、うん、今日はすごい学ぶこと多くて本当に学んでるんだ。だって去年と同じことしか言ってないよ俺ほぼでも俺も試合前日の食事についてはちょっと俺もアップデートしておくわ、来年に向けて。いや、来年ってか普通に1ヶ月後とかでもいい。いや、お前だって今から試合もさ自分でさ調べろや俺思うのはもう前日って別に何、最悪あかんもん食わん限りは、まあね、別にだって別に前日に全部決まるわけじゃないじゃないですか、うん、1週間とか、まあ、ずっと準備してる中で最後ぐらいね、最後ね最後の晩餐で試合前はやっぱさいろんなものを考えてさストレス溜まるからさ。そうですね、逆に食ぐらいはみんなでやっぱさ、あの円卓囲んで頼む、久しぶりに。あ、初めてじゃない、プロ入って円卓。最後そうだったじゃないですか。そう、でもさ、あれやっぱいいじゃん。だって僕入った時だってみんな一人だよね、こうやって一人でこっち向いて授業みたいな、でもう喋ったらあかんみたいな。キャンプもそうでしたよね。今年か、今年が円卓、今年か円卓。やっぱああいう風にやっぱ楽しく食事をする時間がやっぱいいよね、いいっすね、試合前はね。え、それは何でもいいよ。ご飯ですか。何でもいいよ。ご飯ってなったら、ヤーマン君の意見に取り組まないとクビにされるから。いやいやいや。まずは今試合に絡めてない状況が続いてるんで、まずメンバーに入ることと、あとは試合に出て活躍することを目標にしたいのと、あとはその今日ヤーマン君から教えていただいたご飯の知識とかそういうのを。自分の知識に取り入れながら、なんか体のこととかご飯のこともっと気にして J1 で、まあ、より高いレベルで戦える体作りっていうのを、まあ、していけたらいいなと思います。はい、じゃあ平岡くん
まあ、開幕して2試合経ってますけど、これから本当に大事だと思うので一戦一戦しっかりいい準備して試合に出た時にはチームに貢献して、勝てるように頑張りたいと思います。そして今日たくさんのことを学んだんで、まあ、ストレスを抱えすぎずに、まあ、ちょっと山田色を取り入れるように、そして来年もここに呼んでもらえるように頑張りたいと思います。呼ばれたらいい、呼ばれたらいいのか来年は呼ばれないように、今回でお前がどれだけ学んだかっていうのを、来年はだから俺はここっす無理無理無理めっちゃ無理はい、じゃあ僕最後に、今怪我してしまってるんでしっかり自分の頭の中にあるこの食の知識で早く治してまあもっともっとこの怪我しない体を作るためにも僕も食のことをアップデートして、サッカーでは早くチームに貢献してみんなとやっぱり勝利のダンスだったり皆さんと踊りたいので、一日も早く皆さんの前で活躍できるように頑張ります。で今年はチームでね、もっともっとタイトル取りたいよ俺は。俺もっす頑張りましょう、うん、一戦一戦頑張ろう、頑張りましょう。えっ解散はい、食事の予定だけ決めさせてもらっていいですか。ESPS 確かにもう MCT オイルとかいいから寿司連れてってください生も生がいいからね。お前あのさ食堂にさ、タクヤ専用の MCT オイルあるんすね。岡本専用って書いてるから、あれかけろあれかけろまずそっから始める。確かにあそこにあ人の家とか盗んでいかないんですか。そうで、タケヤどうぞ、お前使うなよって、すいませんって言ったら、いいよって言うから、絶対ちょこちょこちょっと興味ある感じの質問したら、向こう喜んでくる